アダム・ロス・ムユーアは、アメリカ合衆国テキサス・シューッド軍、ミネオラ出身のプロ野球選手、ウトウ・オミギウチ、MLB カンパベイレーズ所属。2006年の MLB ドラフト6巡目で、シアトル・マリナーズから指名を受け、6月7日に契約。2009年9月17日の、シカゴ・ホワイトソックス戦で9番、保守で、先発出場して、メジャーデビュー。デビュー戦ながら、 延長14回裏に代打を送られるまで出場し、8人の投手をリードし213球を受けた。2試合目の出場となった9月20日のニューヨークヤンキース戦でジョバ・チェンバレンからメジャー初安打を記録。9月30日のオークランドアスレチックス戦でメジャー初本塁打を放った。この後、6試合に出場した。2010年はロブ・ジョンソン、ジョシュバードラと、 正保守を争い、60試合に出場した。2012年7月1日に、ィーフとなった。2012年7月7日に、ウェーバー工事を経て、カンザスシティロイヤルズに移籍した。9月16日に、メジャー昇格。オフの11月20日に、ィーフとなったが、マイナー契約で残留した。2013年8月8日に自由契約になったが、8月21日に、 マイナー契約で再契約した。2014年3月25日にトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。開幕後からは参加のトリプル A 級エルパソチワワズでプレーした。9月にセプテンバーコールアップでメジャー昇格。2014年12月15日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。二千十五年は開幕から参加のトリプル A 級 コロンバスクリッパーズでプレーした。9月23日にメジャー契約を結び、昇格した。この年、メジャーでは1試合に出場しただけであり、その試合では1安打1打点をマークした。守備では、その試合で無失策だった。11月6日に40人枠から外れ、トリプル A 級コロンバスへ降格した。11月19日にマイナー契約を結び、2016年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は開幕からトリプル A 級コロンバスでプレー。5月に一度メジャー昇格したが、この時は出番がなく、前年と同様9月のセプテンバーコールアップ時に昇格してからメジャー出場した。この年は結局9試合に出場しただけで無安打に終わった。守備面では9試合で1失策。 守備率958、投塁阻止率50%という成績を記録した。マイナーでは、トリプル A 級コロンバスで86試合に出場して、打率247.7本塁が31打点という打撃成績と、キャッチャーとしての77試合で3失策、守備率995、投塁阻止率29%という守備成績を残した。 11月7日に40人枠外、翌8日に FA となったが、2017年1月31日にマイナー契約で再契約した。2017年は1年間トリプル A 級コロンバスでプレイし76試合に出場して打率、238.8本塁が33打点の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。 2018年2月9日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは開幕を参加のトリプル A 級ダーラムブルズで迎え、7月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月26日にリーフとなり、28日にマイナー契約でトリプル A 級ダーラムへ配属された。8月31日に再びメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。ありがとうございます。